モンスターズ・インク・ラフフロアは、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート内、マジック・キングダムにあるアトラクション。モンスターズ・インク・ラフフロアは CG で再現された、モンスターズ・インクのキャラクター、マイクはゾウスキやモンスターたちと、ゲストが会話をしながら楽しむ参加型ショーのアトラクション。アトラクション内は正面に、巨大なスクリーンが一つと左右に一枚ずつ小さめの、スクリーンが設置されている。 正面のスクリーンはステージ風になっていて、ゲストから見て、左側のスクリーンには、ロズとゲストが映り、右側のスクリーンには、モンスターの紹介を行うマイクが映る。ショーは、スクリーンに出ている、アトラクションオリジナルキャラクターのモンスターによって、進められる。モンスターの声は、ゲストからは見えない位置にいる声役のキャストによって、発せられ、その声に合わせて、 CG のモンスターが動くようになっている。CG は映画版と同等のクオリティで構成されている上、声の発音に合わせてコンピューターが声を認識、かつ瞬時に適切な口の動きをするようになっており、ゲストは実際にモンスターと会話をしているような体験をすることができる。モンスター役のキャストはゲスト全体が見渡せる位置におり、 質問をするゲストの身振り手振りや服装などについても言及することがある。このような内容のアトラクションであるため、ショーの内容は毎回異なり、ショーが面白いか否かは、マイクの声を担当するキャストの話術と司会役のキャストの進行の技量によるところが大きい。ただ、アトラクションの設定がゲストの笑いを集めるというものなので、英語がわかれば面白いと思われる。 なお、このアトラクションの基本構造をそのままに、キャラクターや設定を変えたアトラクションとして、スティッチエンカウンターやタートルトークがある。アトラクションの設定は、映画の後でモンスターたちがコメディクラブを開催。マイクや他のモンスターたちがゲストから笑いを集めるというもの。焼酎にスポットライトを当てられ、スクリーンに映されたゲストはモンスター他に質問通されたりし、 リアルタイムで参加できる。ありがとうございます。